です。今日はですね、PC 版ぷよぷよテトリスの、テトリス A 級リーグの試合が、今日の朝11時に行われましたので、こちらの解説をやっていこうと思います。じゃあ、見ていきましょう。ついに最終戦ですね。このテトリスのリーグ戦は A 級、B 級、C 級とあったけど、この試合が本当の、最終戦です。さあ、バーサスアジャム戦見ていきましょう。こちら DT4。DT4 に対して相手がこれ、開幕いきなり中開け組んでますね。中開け組んでいる。それを見て、DT レンチックに切り替えたが、相手の穴が強いが、Z ミニミスった。さあ、どうだ間に合うか。さすがに間に合わず。危なかったですね。Z ミの SZ 多かったから、レンが繋がるかと言ったら、ちょっと怪しかったけど、2ライン消し、まあ、下穴が、真ん中に来ているので、2ライン消しとか挟めば、繋がったかもしれないですね。さあ、やっぱり連の弱点は、ワンミスが命取りになってしまうところなんで、そこが出たって感じですね。普通の罪なら置きミスしても、まあ、リカバリ可能だけど、連は本当に、1ミスが致命傷になるんで。まあ、連を相手してる側もそうですけどね。連、対連を相手してる側も1ミスが致命傷になっちゃうんで、まあ、そこは、どっちもどっちですけど。さあ、テトリスまで掘り連ルート、相手が、アイミノ、アイミノで、アイランクまでから、しっかりアイミノでテトリス打ってくる。さあ、3ライン消しなんで、これは有利かと思いきや、相手の穴が凄まじいんで、有利ではない。T スピンダブルから冷静に掘られて、有利ではないですね。地形的にはこちらがだいぶ低いが、相手も地形、てか、火力出そうな地形なので。さあ、テトリスから、大海の町、大海の町でしっかり大海を入れて、T スピンダブル。で、ここ T スピンダブル組もうと思うけど、これ、欄干。ここで欄干するのがめちゃくちゃ強いんですよね。3ライン分ある地形で、あそこ、欄干でドネイトすると、次の形が T スピンダブルテトリスの形になるんで、5ライン分のね。なんで、あそこは、欄干にするのが強い。さあ、相手、ホリレンうまい。相手の周り、ホリレンでギリギリ間に合った。危ない。相手のホリレンの繋ぎ方うまかったが、なんとか、耐えて、火力を送って3ライン消し、3ライン消し。さあ、相手置きミスしていたが、しっかりリカバリしてテトリスまで、おっとミスってしまった。アイミノがずれてしまいましたね。今の受けてからの、アイミノを3ライン消し即に打とうとしたんだけど、引っかかってしまったパターン。結構あるんですよね、これ、本当に。急ぐと、めちゃくちゃある。アイミノが引っかかってしまう。もう、本当に、テトリスやってる人ならわかるけど、何回も、やったことはあるでしょう。さあ、これ、相手強い。穴がもう、めちゃくちゃ強いですね。直列で来たのを利用されて、さらにこれ、アイミノまで繋がる。もう、これは絶望ですね。こちらもなんとか、アイミノ、エルミノまで繋げるが、さらにティーミノまで繋がる。これはもう、無理ですね。これは、割り切るしかない。相手に直列を利用されて、そこまでだったらまだしも、さらに、その後の直通でテトリスまで利用されて、しかも、さらにホリレンのティーミノまでと、もう絶望しかない。さあ、こちら。端開きだったけども、相手がパフェ取られたんで、あまり詰めなかった分繋げられず、しかし穴がいいんで、これ。若干有利かなといったところだが、ティーミノがちょっと遠いんで、冷静にホリレンにした。さあ、相手もホリレンで、アイミノ、ティーミノ、ジェミノまで繋げるか。ジェミノまで繋げた。ちょっと不利になってしまいましたね。ティースピンダブル。それを相殺されてティースピンダブル。しかし、こちらホリレンで、アイミノまでかな。Z ミノ、アイミノまでのホリレンのルート。さあ、そこに相手置きミス。さあ、さらに Z ミノじゃない、S ミノの置きミスが辛い。致命判定になってしまう。J ミノ横置きして、L ミノから O ミノで掘れば、ワンチャンあったかな。いや、でも、さすがに有利ですね。これはしっかり、まあ、相手の置きミスを咎めたといった感じですね。さあ、再び端開け。相手結構その中開け多いんで、結構端開けを組むようにはしたんだけど、これ開幕の実は置きミスじゃなくて、読み合いが発生していて、さあ、ティミの置きミスしたところに、こちら、しっかり繋げて、Z ミの、L ミの、T ミの、J ミの、I ミのまでですね。これ、I ミの最後の2ライン消しが強い。1ライン消しの場合だと5ライン分しかいかないけど、やっぱりそのラインを消す、ものが増えると、火力が増すんで。で、さっき言ったことなんだけど、開幕の読み合いが発生してるというのは、基本的にまあ、俺って DT 法をよく組むと思うんだけど、アジャンバ側はそのネクストを見て DT 法組みやすいツモの場合を中開けにしたり、仮に普通に、なんだろうな、T スピンダブルとかの時の場合はパフェ済みにしたりとか、まあそういうね、細かい読み合いが実は発生しているんで、まあなかなかこれは本当に面白かったですね、今日対戦してて。さあしっかり、取ってて、5対
ん ?5 対5ですかね。さあ、もう一つ見ていきましょう。じゃね、3対2だ。何言ってんだ?まだ1戦しかやってね。勘違いしました。3対2ですね。ちょっとやばいな。頭回せないかも。さあ、パフェ取られて、しっかりこちら、ホリレンで相手に火力を送ったが、相手しっかり2ライン消してる。これ間に合ったの強いですね。まあ、このアジャンバーの、プレイスタイルというか特徴として、かなりパフェを得意としてるプレイヤーなので、今のホリレンで2ライン消し分を送っても、しっかり速攻で2ライン消しからパフェ間に合わせてくるんですよね。これが強い。その間に合わせた分が、パフェ間に合ったんで、それで押し切られてしまった。まあ、橋明はね、やっぱりパフェ取られると全然詰めないっていうのもあって、特に2連パフェだともう、ほとんど、かなり上部まで吸い上がってしまうんで、そこは致命傷になってしまいましたね。さあ、相手パフェなかったけど、こちらも橋明け若干下ってしまったんで、お互い普通の罪になった。中明けテトリス対橋明けテトリスですね。さあ。積んで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 テトリス。相手総裁外して T スピンダブル。さあ、おーっと今のはあれかな、ジェイミのソフトドロップしようか、ハードドロップして、テトリス間に合わせようかっていうのを迷ってしまいましたね、これ。ジェイミのおそらくソフトドロップすると間に合わなかったけど、ソフトドロップしないとちょっと地形が苦しくなるっていう、ちょっと、ジレンマにかかってて、どっちに判断しようか迷ってしまい、刺さってしまったって感じですね。ああいうのは、はっきりした方がいい。さあ、相手穴強い。下穴が、ここに来ると中開けめちゃくちゃ強いんですよね。さあ、ジェイミの Z ミノ、しかし L ミノまでならなんとか耐えられる。こちらも DT 連で耐えられる。さあ、ジェイミの S ミノ、Z ミノ、I ミノ、L ミノまでいいですね。仮に T スピンダブルが間に合ったとしても、まあこれは刺さっているので、カウンターの連でしっかり刺しに行きましたね。まあめちゃくちゃ利用されなかったからなんとかなったって感じかな、今の。しっかり、TSD じゃない、直列のテトリスの穴まで全部利用されたら、巻き角でしたね。さあ、総裁外してから T スピンシングル、さらにテトリス。相手は削ってテトリスなんで、これは有利でしょう。テトリス送って、さらに BTB 付きテトリスを送る。そこに Z ミノの置きミス。さあ、それを見て、冷静にテトリス送った。2ライン消しからギリギリ耐えるが、まあさすがに致命判定になってしまいますね。まあ、こちらも TSD の形を用意してあるので、Z ミノの置きミスをしっかり咎めていったって感じですね、これは。やっぱりこういうその、まあ、連の同士の対決は結構その下穴も左右されるところはあるんだけど、ああいうその冷静な自力勝負。冷静な積みでの自力勝負はしっかり勝っていきたいところ。さあ、これは、読みが噛み合いましたね。相手が中開きに対してこちら端開きなんで、相性的にはこちらの方がいい。さあ、カサカサ勝負体制。連の飽和的には、こちらの方、いや、同じか。同じ高さですね。一応、高さが2番目になるとこまでこちら繋がると思うんで、カサカサ勝負。でもこれ相当俺妥協してますね。アジャンバがこれ、かなり、めちゃくちゃカサカサしてるけど、やっぱりこれ、怖いんですよね。左右、実はカサカサって15回できるんですよ。このカサ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 、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15と。15回目で設置されてしまうので、まあ、実質14回かな。14回カサカサできるんだけど、どうしてもね、これ怖いんで、すごい妥協してしまって、カサカサちょっと、ね、チキってしまってる感じありますね。さあ、相手が、下穴繋がんないのを見て、本当は理想はこれカサカサめちゃくちゃやって、相手の火力をもらいたいとこなんだけど、それはそれで尋常じゃないぐらい長くなるんで、これやっぱり発火しましたね。冷静に発火してって、エルミノ、オーミノ、ゼットミノ、ジェミノまで、それに対して相手はエルミノまで、で、なんとサーバーまで、繋げられて、まあ、5分ぐらいかな。まあ、連対決はね、連の究極バージョンってああなるんで、あそこを全部お互いカサカサゲーしたら尋常じゃないぐらい長くなるんでね。まあ、今のは発火したって感じですかね。さあ、T スピンダブル。から、テトリス送られて穴場に結構辛い。テトリスからティースピンダブル。それを、相手1回分総裁外して TSD テトリス。地形が強いですね。ホリレンでアイミノまで繋いでるからティースピンシングルからテトリスが強い。ちょっと不利。ちょっと不利だが、来れるかアイミノ3ライン消しから。これ総裁当たってるのが痛いですね、でも。
2ライン消し、2ライン消し、ホイに行くんだけど、こう、総裁当たってるから一番下、さらに穴割れ来てしまう。これも総裁当たったんで、一番下に穴割れ来てしまう。さらにこれも総裁当たったんで、下に穴割れ来てしまう。さあ、この半無限ループ。これが辛いんですよね。掘っても掘っても、火力でも、火力作れない状態だと、穴バラが半無限ループに来るという。これで、どん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 ね、じり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 、じり火になって、まあ、不利になって、火力でまあ、こんな感じで、押されてしまうと。まあ、こうなりやすいんですよね、やっぱり、受けまくってると。まあでもね、その、総裁当てなきゃどうしようもないんだよ、ああいう上部の場合って。かなり火力重視で来られると、こういうジレンマに引っかかってしまいますね。冷静に、火力で、これはもぎ取られてしまった。これで5対5ですね。さっき勘違いしました。失礼しました。なんで、その、できれば、少しだけでも余裕ができたら、総裁を外して、穴場を回避したいとこなんでね。それか、こちらも頑張って火力作って、BTB 付きの攻撃で、しっかり完全総裁させて、穴場を回避したいところ。ああいう感じにね、どん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 穴場になると、本当にキリがないんで。そこが、辛いところですよね。さあ、じゃあもう一つ見ていきましょう。まあ、これ15先なんで、リーグ戦なんで15先なんで、5対5。まあ、まだまだこれからですね。さあ、こちら DTO。DTO に対し、パフェ済み。パフェ済みだがパフェが取れず。さあ、これはレーン行くかな？レーン行きましたね。レーン行ったが、相手が直列なんで強い。総裁外しの構えから、うわ、穴強い。やばい。すごい穴が強い。こちらなんとか掘り連で、T ミノ、L ミノまで繋げるか間に合うか、これ。アイミノ遠いぞ。遠い、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 遠い。遠いがなんとか間に合った。もう危ない。速攻で置いて、テトリス間に合わせる。しかし、総裁外されて、テトリス送られて、辛い。ゴーっと辛いが、相手がアイミノの置きミスが辛すぎる。相手の方が辛かったですね。いやー、これは、ほぼほぼ負け格だったけど、助かったな。アイミノまで撃たれたら、こちらが、もう自利品でしたね。しかし、アルギミスで刺さってしまいましたね。やっぱり、ああいうアイミノの置く場合も、できるだけその、早く置きたいという、その思考があると思うんで、そこが働いて、まあ、冷静になれず、アイミノを見せてしまったって感じですね。さあ、これは発火していった。これは有利トレッドを判断して発火。しっかり13連までの、オーアンドウェールまで送って刺しに行きましたね。まあ、相手が平積みというか、中開けテトリスだったんで、大体の場合は、中開けテトリスが、どんなに効率よく火力を送ったとしても、端開けの方が火力出ますね、さすがに。レンはやっぱりその、火力強いんで、基本的には。火力で温泉しようとすると、大体レン側が勝ちますね。さあ、これは、もうちょいいつない言い方あったかな、9連まで。さあ、相手辛いの見て、冷静に総裁外しから、Tスピンで行きたいところだが、STS2 でした。Tスピンだが、これ、これ STSE 強いところの一つですね。今の場面でその STSE 組むんだけど、仮に T スピンダブルが打てなかったとしても、その1ライン分確保されるので、高さが。なので、T スピンダブルからテトリスになるっていう点がめちゃくちゃ強い。STSE って組むとね、どうしても T スピンダブルから T スピンダブル打ちたくなっちゃうかもしれないけど、1ライン分確保できるっていうのが、強い点ですね。3ライン分あるときは。そこで、まとめ1体制がしっかり相手を、自利品にさせて刺していったって感じですね。なんで STSB 組む場合は、T ミノが2個なくても、3ライン分の時は、T スピンダブルからテトリス打てるので、まあ、全然強気に組むことをお勧めしますね。さあ、しっかりこれは、ストレートに取っていって、現在8対5ですね。もう一つ見ていきましょう。強気な STSB だった。まあ、ジェイミノを置いて T スピンダブルにする選択肢もあるんだけど、それだとテトリスが打てなくなってしまうので、ああいうとこで STSD をしっかり強気に組むのは重要です。さあ、これ相手がパフェ取れるのを見て、普通に切り替えた。さあ、2連パフェが強い。2連パフェが強いが、こちら Z ミノの置きミス。ジェイミノ回転から Z ミノ回転でなんとか T スピンダブル。総裁これ当てられたんで大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。中田翔って感じだからね、って言ってたらやべえ。エルミノの置きミスだが、間に合っていく。危ない。ギリギリ間に合って T スピンダブルからテトリスで掘りに行くんですが、相手も穴いいな。こちらも穴いいが、相手も穴いい。なんとか大丈夫か。アイミノまで間に合ってテトリス。相手もテトリスが、こちらもテトリスギリギリ間に合わせる。3ライン消しから、2ライン消しと掘ってって大丈夫そうですね。若干不利だけど、いや、これで大丈夫だ。完全に大丈夫。下穴が、さらに直列できたのね。これで問題ないですね。完全五分体制、テトリス。から、TSD。どうだったかな今の。
テトリス用の総裁を用意して、4列連に切り替えるっていう選択肢もあったけど、普通に火力でいきましたね。さあ、Z ミノからアイミノまでの5連なんだけど、これはちょっと、穴腹が辛いんで有利とは言えないところに相手が積み込んでいる。さあ、どこまで繋がるかだが、種が、種5なので、T ミノまでで言うほど繋がんなかったが、不利になってしまいましたね。種、基本的にはやっぱり種3か種6が繋がり、ん?そうだね。種3か種6が繋がりやすいんで。種5だったからあんまり繋がんなかったが、T スピンダブルから相手総裁外してテトリスが強い。なんとかギリギリ耐えて、T スピンシングル打つが相手の的道が強いですね。しっかり冷静に総裁外してからの、T スピンシングルからのテトリスが強かった。一応こちらも堀の目はあったんだけど、まあ、相手が、総裁外し強かったって感じですね。しっかり、堀を間に合わせない火力を送ってきた。さあ、これ再び、発射機なんだけど、ちょっとこれは、下穴埋めてしまった、プラス、この、左から5列目の、この部分が埋まってないんで、堀が見えないですね。しかも、連の繋げるルート間違えてしまう。痛い。さあ、3ライン消しから、これ、間に合うか。1ライン消したが、結構、隙がでっかいが、ギリギリ間に合った。J ミノから、アイミノで、L ミノ、S ミノまで。スミノまでホールが相手冷静。冷静に総裁外して、T スピンダブル送って、まあ、これは刺さりますね。ギリギリ間に合ってたけどな、相手の火力にホリレンでギリギリ間に合ってたけど、まあ、さすがに、まあ、自利品なの見られて、総裁外して致命傷って感じですね。さあ、再び橋開け。相手今回は、結構まあ、中開けは組まずに、普通に温泉してきてるって感じですね。火力で温泉してる感じ。さあ、テトリスで、T スピンダブルからどう行くかといったところだが、ちょっと積み込みには行かずに、普通に積んでったか。まあ、今のは積み込んでもよかったけど、普通に3ライン消しから T スピンダブルにする選択肢。相手5連までの堀連ルート。全部外しから T スピンダブル、テトリス送るんだけど、この後の堀連が繋がんないのがちょっと弱いですね。ああいうそのまとめ打ちする場面って、堀連のルートをしっかり見た上でまとめ打ちするのが理想なんだけど、これちょっと、連の繋げるルートが見えていなかったんで、あんまり強くなかったですね。しかし有利。だいぶ穴、相手に穴場から行ってるんで有利。ジェイミノで1ライン分削ってから T スピンダブル。さらにテトリスと送って、相手に総裁当てさせてるんで一番下に穴場が行った。これが後々影響してくるかどうかといったところだが、Z ミノまで連繋げて、いいですね。これ、相手、アイミノが、そうですね。ちょっと、ミノ置く場所なかったんで、アイミノ遠かったんで、T ミノで屋根塞いだところに隙があると見て、こちらの T スピンダブルが刺さっていきましたね。まあ、早めに攻撃しないと相手がアイミノ間に合わせてしまうので、そこで攻撃を送るのが重要。さあ、パフェが飛んでくる。まあまあ、穴場になって、総裁外されて T スピンダブルから、ホリレンかな?ホリレンにはせずに、ここでテトリスにしていったか。さあ、これ DT4。DT4 体制で、総裁外しの構え。T スピンダブルから、連にしたか。連でいきましたね。さあ、冷静に総裁外し。だけど、これ、種が5なので、繋がるかどうかといったところが、そんなに繋がんない。T ミノまでですね。5連まで。できれば4列の、しっかり種3か種6にしたかったところだけど、うまく作れなかったです。しかし、有利。イベント有利ですよ。直通もうまいんで。おー、まあ、まあ、無理ですね。仮に相手が2ライン消しできていたとしても、こちら直通で、まあ、即座にテトリスを送れる形なんで。しっかり直通の、有利を生かした感じでしょうか。刺していく。さあ、再び、こちら、端開け。相手が、パフェ済みだったけども、パフェがなかったんで、中開けテトリス。さあ、これは穴強いぞ。これ、連の強いパターンですね。ここに穴が来るのが本当に強い。テトリス送って、さらに、6連目の TSD 強烈。強烈。さらに、オーエンオーエン地獄で、しっかり刺していきましたね。このね、連が続いてる状態のテトリスプラス、8連だか9連だかぐらいの、T スピンダブルの、ボワーが強かったですね。いやー、やっぱりね、穴運はあるけど、この穴が噛み合った時の連の強さは、本当に凶悪。さあ、ここでも、しっかり3対2でもぎ取ったんで、これで11対7ですよね。もう一つ見ていきましょう。やっぱりね、連には連で対抗するのが一番いいんだけど、これ、お互い読み合い発生してるんで、マジで。こちらが DT4 組んだり、するときは相手中開き組んだり。ね、面白い試合でしたね、本当に。
開幕から読み合いが発生するっていうのはなかなかないんで。さあ、相手置きミスしてるんで、これはしっかり組んで組んで、で、いけるだけ積んで、相手に火力がないのを見て、大身の前に積みましたね。これはいい判断。相手に火力があったら、ちょっとあそこまで積んじゃうと刺さっちゃうんだけど、しっかり火力がないのを見て、積み込みの判断。7連、8連、大身の Z 身の S 身の T 身のまでかな。12連までで、しっかりギリギリ刺していく。未来消しでぴったり刺さりましたね。あ、刺さんなかったとしても、さすがにめちゃくちゃ有利なんで、押し切れられたとは思いますね。やっぱり置き見すると、この連の餌食になるんで、しっかりそこはもぎ取っていきたい。さあ、再び相手は大身の置き見す。T スピンから、J 身の回転でリカバリしているが、まあリカバリももちろん時間かかっているんで、しっかり積んで積んで、これは妥協していきましたね。この DT 連のメリットの一つ。この T スピントリプルを打たなくても、この連の法案にできるという、DT 連の強みですね。そこでしっかり妥協していって、J 身の T 身の I 身のまでの3ライン消し、強い。そわー7ライン分いって刺さっていきましたね。これが強いんだよね、DT 法は、本当に。DT 連は。仮に T スピントリプルを相手総裁外して、火力で温泉するっていうパターンが多いと思うんだけど、T スピントリプルを打たずとも、ああいう感じにね、連が繋げられるのがマジで強い。さあ、今回は中明け対橋明け。さあ、連の方が的には、こちらの方が1連分高いかな。1連分高いがどうだ?さあ、ここでカサカサゲになる。しかし、この、相手の方が段差があるので、相手の方がカサカサでいきますね。これ一度、一回分落下させて、このカサ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 。あ、でもカサカサうまいっすね。こっちもしっかりカサカサしてるけど、これカサカサ勝負では負けてしまうんで、どうなるかといったところ、さあカサ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 。段差がある分ね、カサカサできる猶予は相手の方がでかいからな。ただ、平らの方が連が繋がりやすいので。そこに穴だと繋がんないっすね。左から2列目に穴があるけど、高いんで、これは繋がんない。高すぎ新作なんで繋がんないのを見て、こちらで発火した。さあ、しかしカサカサ家が始まっている。まあ、相手もこちらに、火力を送りたくないんでね。こちら、かなり地形平らなんで、利用されたくないんでといったところに相手のミスしてしまった。痛い。さあ、どうだこれ。ここでのミスは痛すぎる。うわ、危ねえ。ギリギリ。ギリギリ耐えたが、相当辛い。さあ、二ライン消し間に合わせて。二ライン消し。からさらに二ライン消しと掘っていくが、先読みして、テトリスをしっかり総裁外してからテトリスが、送られるがなんとか耐えましたね。ギリギリ耐えた、危ねえ。ちょっと有利取れそうな試合展開だっただけにもったいなかったですね、これ。ディスピンダブル、強気に相手外したが、テトリスは打てずに三ライン消しなんでこれ大丈夫でしょう。さあ、直通までたどり着いて、なんとか耐え切った。さあ、ここからですね。テトリス。相手もテトリス。お互い地形には結構余裕があるので。冷静に先読みして、BTB ついてないんで、総裁外し、T スピンダブルから、ホリレンはそこまで繋がんない。で、妥協しましたね。T スピンシングルから、テトリスで、まとめ打ち体制、T スピンダブルテトリスかな。TSD テトリスで、まあ、下穴も直通できているので。これは有利でしょう。現状では有利だが、BTB にしたか。掘ってもよかったけどな。掘ってもよかったけど、BTB 継続させたいんで、火力でいってますね。さあ、テトリスから。テトリス。で、T スピントリプル。T スピントリプルになったけど、まあ、TD アタックになってないから、言うほど強くはない。それに対して相手のホリレンが強い。J ミのアイミのまで。アイミのまでのしっかりホリレンで、相手も直通強いな。結構これ、お互い穴いいですね。お互い穴いい試合がついてる。さあ、テトリスまで送られて、ジリヒン、かなり危ない。2ライン消して掘っていくが、無理ですね。Z 身において T スピンダブル打ってたかな。T スピン間に合えば、なんとか、火力で相殺することはできたかもしれないけど、ちょっと堀の目を見たので、そこで1ライン消しが、1ライン消しってね、やっぱりその、時間が長いんで、それが下がってしまいましたね。さあ、DT 4、今回は普通の対決。普通の冷静な対決だが、テトリスで相手が置きミスしている。さあ、テトリスからテトリスかな。テトリスからテトリス。ホリレンで、エルミノまで削って、先読みしながら T スピンシングルから T スピンダブルを打たずにフェイントかけて T スピンダブル。ちょっと迷ってますね。アイミノから、地形に困っているんで迷っていたが、相手も T ミノを置きミスしていく。さあ、どうだこれ。まあ5分くらいか。ちょっと、お互いどちらが有利とは、言い難いですね。
サインテトリス送る。さあ、相手、ジェイミーの動きミスした。相手、すごい穴が良かったけど、ジェイミーの動きミスしたんで、言うほど有利ではなくなりましたね。しかし、こちらも動きミスしている。お互い動きミスが多発して、ちょっとグダグダ試合。さあ、掘ってって、相手が的道なんで、冷静に、穴をうまく利用したかったが、あまり繋げられず。さあ、この直通を利用していきたい。しっかりTスピンダブルで、操作当てて、2ライン消しで相手に穴バラを送りながら、Tスピンダブルかな ?Tスピンダブル。Tスピンシングルでした。シングルから Tスピンダブルテトリスの形ですね。さあ、これ穴いい。さあ、テトリス、Tスピンダブルで、ホリネンで、Sミの、Lミの大身の丸か。ちょっとしょっぱいですね。ここまでだとちょっとしょっぱい。さあ、それに対して相手がホリネン結構繋がりそう。Jミの、Sミの、アイミの、Lミの、Zミの丸か。繋ぎ方次第ではもうちょい繋がるルートあったかもしれないけども、まあ、そこまでなら大丈夫だと思ったところにちょっと大きみす、さらに大きみの大きみす、痛い。これは絶望的か。エルミの回転入れさせて、まあ無理ですね。ティミノを置いて、大みのに2ライン消ししたとしてもさすがに自利品。ちょっと大きみす多発しすぎたな。結構、お互い大きみすしていたが、最終的にはこちらの大きみすが致命衝動が高くて触ってしまった。さあ、今回は、中開け対端開けですね。今回もかな。さあ、できるだけ積んで、相手も積み切った。どうだ?しかし相手、種4なんで繋がるかどうかだが、繋がらないですね。繋がらない。さあ、繋がらないように見て、こちらしっかり繋げるルート。大身の、T 身の、大身の、Z 身の、S 身の、L 身の、I 身のと、これ繋がるんで大丈夫でしょう。やっぱりね、その、種は、種3か種6じゃないとね、種4とかは地味に繋がるんだけど、やっぱり安定性にちょっと欠けてしまうんでね。基本的には種3か種6に、することをおすすめですね。さあ、しっかり、連繋いで、もぎ取っていく。まあ、連勝負で勝てるのは、美味しいですね。自力勝負、まあ、自分、普通の積みの勝負というか、は、めちゃくちゃ自信があるんで、こういう連でもぎ取れるのは、非常に美味しい。さあ、現在、14対、10ですかね。いや、14対9かな。しっかり、取ってって、勝ったと。やべ、ちょっとグダグダだな。カウントがやはりできない、俺。カウントがね、ちょっとできないんですよね。よくわかんないけど。さあ、橋開け組んでった。橋開け組んでって、相手が STSD。さあ、Tスピンダブルから Tスピンダブル、さらに、歩みの置くと、ラインが揃うんで、これは強いですね、相手火力。しかし、こちらも強いぞ。J ミの、T ミの、L ミの、S ミのまで、13連までがしっかり耐えてくる。T スピンダブルで、ホリレンルートだが、T スピンダブル、それを総裁外して、TSD テトリスの構えだが、しっかり相手に歩みのまで間に合わされたんで、まあ大丈夫でしょう。さあ、これでさらにホリレンを見ているが、どこまで繋がるか。エルミの横置きからだったらもっと繋がったかな今のホリレンルート。ちょっと逃したような気がする。まあ、でもしかし、直列で来ているんで問題ない。総裁外して、Tスピンダブル。さあ、相手がホリレンで、そこまでか。レッツインまで。お互いどちらが有利とは言い難いですね。どっちも五分ぐらい。さあ、Tスピンダブル組んで、相手もTスピンダブル。無理やり間に合わせてきましたね。掘りに行ったけど、これミスったかな?ちょっと、屋根つけたかったんだけど、間違えて掘りに行ったパターンでしょう。さあ、Tスピンダブル、素材外されて、テトリスが辛い。ギリギリ耐え、互いエルミのミスった。痛いな、これ。おーっと、アイミの回転ミスなかった。いやー、キビちゃん。いや、これはキビちゃんですね、さすがに。Tミノでリカバリーが理想だったけど、Tミノもなくて、さらに、アイミノも回転入んなかったんで。まあ、絶望的かな。あそこまでミスが連発しちゃうと。さあ、今回も橋開け。だが、これはちょっと妥協しましたね。妥協で、普通の積みに切り替えた。テトリスにはせずに、Tスピンダブルからテトリスにする選択肢。相手は総裁外してから、テトリス、Tスピンダブル。さあ、お互いはないぞ。お互いはないんで、火力が出そうな形だが、ちょっと3ライン消しになってるの弱いな。できればその、Tスピンとかテトリスで掘りに行きたいんで。さあ、Tスピンダブルで総裁当てるが、危ない。相手、掘り連で、歩みのまでか。だが、しかし、こちらも掘り連で繋がるんで、Sみのまでの5連でしっかり温泉。さあ、Z みのでこれ、欄干。欄干の先読みですね。
欄干でしっかり先読みして、テトリスで相殺当てる。さあ、若干地形的には有利だが、どうだこれ。テトリス相殺当てられるが、相手の地形が辛そう。三雷消しでホールが、こちらも三雷消し。さあ、トリプルいった。こういう相手が上部の時にティスピントリプルは強い。どうだ。あー、外れた。あははは。ティーン、じゃない。Z ミの、S ミの、J ミの、ティスピンダブル。まで間に合えばって感じだったかな。しかし、Z ミのがずれてしまって、ここで、ジエンド。というわけで、15対10でしたね。PC 版ぷよぷよテトリス、本当にお疲れ様でした。長い間。2ヶ月間の、戦いでしたね。というわけで、自分の戦績が、これで、8勝0敗。8勝0敗の得失点がプラス67だったかな。というわけで、見事ね、全勝優勝することができました。で、賞金、A 級リーグの1位の賞金は、1万円なので、しっかり1万円も、もぎ取ることができましたね。やっぱり何よりもその、全勝できたっていうのと、得失点もまあ、プラス67なんで、めちゃくちゃ、話したんでね、ダントツ優勝できたのは嬉しいですね。というわけで、S 級、じゃない、A 級か。ぷよテト、PC 版ぷよぷよテトリスの、A 級リーグ、テトリス A 級リーグは、自分、アミヤ太陽が、1位。2位がこの対戦相手のアジャンバ。3位が、カズ。4位がワンボ。5位が魚。という結果になりましたね。いやー、本当に、運営してくださった、アルニー君、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、楽しかったっすね。やっぱり全勝できると気持ちいいな。さらに特質点さんもね、かなりダントツでできたので。というわけで、じゃあ、まあ、こんな感じで終わるんですが、まあね、気になる、戦績が気になる方もいると思いますので、コメント欄に、概要欄なんじゃないね、コメント欄にリンク貼っておきますね。PC 版ぷよぷよテトリスの、テトリスリーグの結果を、コメント欄に貼っておきますので、もし興味がある方はぜひぜひご覧ください。というわけで、じゃあ今日もご視聴皆さんありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではではお疲れ様でした。ちなみに PSO 版のテトリスリーグも参戦するんで、そちらでも、しっかり全勝していこうかなと思います。はい、お疲れ様でした。